まずい。これはまずいことになったな。どうするか。おお、旅人。これは千の風に感謝しないとな。今お前に出会えたこと、これはきっと神のおぼし召しだろう。凡人を助けるため風神が使わした使者よ、どうか手を貸してくれまいか。うわ、なんかムカムカするぜ。実は騎士団の奴らの耳には入れられない話でな、お前にしか頼めないんだ。だからここじゃちょっと場所を変えよう。そうだな、騎士団横の庭あたりがいいだろう。ついてきてくれ。なんか怪しいな。この辺なら大丈夫だろう。早く教えろよ。一体何があったんだ？何から話すか。そうだな、まず一つお前たちに秘密を教えてやる。俺個人の過去に関わることだから他言無用で頼むな。安心しろ、オイラの口は固いぞ。実は俺の祖父は海賊だったんだ。へえ。いやいや、反応薄くないか。さては信じてないな。ほら見ろ、この眼帯は海賊である祖父の遺伝なんだ。血がつながっている証だろう。昨日祖父が残した手記を読んでいて偶然見つけたんだ。お宝についての記述をな。お宝？手記によると、お宝の隠し場所は失われたアルカディア遺跡っつうところらしい。お宝？けどな、遺跡の所在については未だ手がかりがないんだ。それはどんなお宝だ？金塊か？宝石か？ふふん、金目のものなど三流のお宝さ。祖父の宝は剣だ。手にするだけで無敵の力を得られる真剣らしいぜ。もともとは天空の島にいる神がうっかり海に落としたもんでな、それを祖父たちが引き上げたんだそうだ。その剣を手にした瞬間、雷鳴は轟き、海は荒れ狂い、晴天だった海原に突如として竜巻が現れる。真剣の力で祖父は八つの頭を持つ海蛇や銀髪のサキュバス、深淵の蛇竜を倒したそうだ。しかしあまりにも強大であったため、他の海賊たちがその剣を奪おうとしてきた。争いを避けるため祖父は真剣を隠したんだ。世界は未知に満ち溢れているからこそ面白いんじゃないか。だが近頃ある宝刀団の動きが活発でな、いくつもの遺跡が洞窟にあっているんだ。
そのアルカディア遺跡も奴らに見つかっちまうんじゃないかって心配なんだよ。そしたらし、そりゃダメだ。悪い奴らに取られるぐらいならウイラたちが。とにかく安心しろ。オイラと旅人が力を貸すぞ。ほう、助かるぜ。くれぐれも内密に頼むな。いい知らせを待ってる。なあ、どうだ？ワクワクしないか？すっごい真剣らしいぞ。とりあえず冒険者協会へ行って情報を集めようぜ。遺跡のことなら冒険者たちの方が詳しいだろう。天空の島から落ちてきた8つの頭を持つサキュバスや銀髪の海蛇を切ったっていう超超すっごい神剣を探してるんだ。え、どっちも似たようなもんだろ。とりあえずすごいんだ。それにお宝の隠し場所さえ言わなきゃ大丈夫さ。それでサイリスさん、失われたアルカディア遺跡ってどこにあるか知らないか？アルカディア遺跡、聞いたことない名前だ。でも情報提供ありがとうさん。見つけたら俺にも見せてくれよ。ん？情報提供？めぼしい手がかりを見つけられなかったな。さすがは真剣の隠し場所だ。とりあえずもう一度ガイアに会いに行こう。戻ってきたか。何かわかったか？はぁ、冒険者協会で聞き込みはしたけど手がかりなしだった。当然だな。わ？いや、手に入れがたいものほど手にした時喜びを感じられるものだろう。そこでだ、俺の方でちょっとした情報を仕入れてきてやった。知り合いに頼んで裏の情報屋に行ってもらってね。どうやらアルカディア遺跡について知っている人間がいるらしい。本当か？そいつは今どこにいるんだ？そう慌てるな。情報屋にもルールがあってな。情報の漏洩を防ぐためにまずは連絡係に会わないといけない。待ち合わせ場所はささやきの森だ。そうと分かれば早速向かおうぜ。その通り、さすがだ。俺も一応騎士だからな。そういう裏社会とつながりを持つわけにはいかないだろう。助かる。頼んだぜ。もちろん情報量についてはこちらが持つから安心しろ。へへ、任せろ。
たいね。足りないものはどうすればいいのか。